超難しい。でも勝てそうですね。リック揃え揃え揃えませんでした。ガンバレジェンズ4弾の稼働日が決定いたしました。おお。バンダイマニア元気もりもりもりちゃんです。バンマニ上陸リックです。いつでもフルスロットルつぐみんです。今日は仮面ライダーバトルガンバレジェンズで強敵ボスバトルに挑戦します。イエーイ。はい、強敵ボスバトル、難しいと超難しいしかない、はい、もう最強のボスに挑むステージになってますね。そうですね、はい、これ誰が挑戦するかってもうお分かりですよね皆さんね。僕ですよね、はい、これもちろん。そうなんです、はい、今日はですねりっくんが普段使ってるデッキで、うん、強敵ボスバトルの超難しいにチャレンジしてもらいたいと思います、はい、気合が違いますよ今日は。そうだよ、絶対に勝ってやる。そうだよ、はい、あれですね、超難しいに挑戦ですね今日は。そうです、はい、超難しい勝てるかな。結構本当に難しくて、その強敵ボスバトルってその超難しいに行くまでのその難しいモードでも僕負けちゃう時あったんで。そうだよね、そうだよね、はい、ということで今日はりっくんにですね強敵ボスバトルにチャレンジしてもらいたいと思います、はい、さらにですね動画の最後には新情報もありますのでお見逃しなく。それでは早速やっていこう。バンマニでは僕の普段使っているデッキを紹介していきたいと思います。こちらです。まず、はい、リーダーは仮面ライダーデオンソードフォーム、そして次が仮面ライダーゼロノスアルタイルフォーム、はい、そして次が仮面ライダーナイト、さらに僕の推し仮面ライダータイクーン無尽ソード、そしてサポートカードデンライダーです。おお。どんなコンセプトなんですか、うん、これはもう見てわかりますよね。剣アイコンです。剣アイコン、アイコンで揃えたんだ、はい、アイコンで揃える。そして僕の大好きなね、対空無尽ソードを使いたい、あ、使いたいからのデッキそうですね、っていうのもあるんだね、はい、まあ、そして見てください、この仮面ライダーデオンに関連するカードを集めております、はい、うん、やっぱねこのデオンとゼロノス組み合わせることでこのねデンライナーが生かされるので、これを合わせることによって必殺がねめちゃくちゃアップするので、必殺技の決めはもうデンオンに任せようかな。なるほどね。そしてまあスピードバトルとかまああの攻撃重視なので、このねナイトと対空無尽ソードが活躍するので、そこもねちょっと頭に入れてバトルしていきたいと思っております。作戦とかは、作戦とにかく勢いよくスロットを回す、はい、スロット回してとりあえずアイコン揃える、うん、そしてもうスピードバトルで勝つ、うん、先行を取り続ける、はい、そして電王で必殺技、これです、うん、はい、僕の作戦ということで、この作戦が全て通用しているのかどうか、はい、ぜひご覧ください、はい、ということで早速バトルへ行ってみましょう。バンマニ、はい、ではイベントバトルを選択しましてきた、強敵ボスバトル、はい、強敵ボスバトル来ました、遊びます、来ました、対空無尽ソードをはじめとするチーム、これと戦います、超難しいです、難易度はいきます、このステージに挑戦する、はい、偶然まず対空無尽ソードの演出が見たいのでスキャンします、はい、矢印をなぞれ、もう一回変身、もう一回、いつ見てもしびれますねこの演出。一回取りまして、レンをリーダーにして、はい、チームを組んでいきます。で、サポートカードレンライナーオンします。覚悟はできてます、いきます、このチームでチーム決定だ、絶対に勝ちます、きたー、いやーちょっと強そうですね、登場だ、行くぜ行くぜ行くぜ、相手チーム登場、待ってて、すぐに助けるから、気合が入りますね、難易度は超難しい、もう体力も相手が勝ってますね、ライダー出撃、行きます、俺は最初からクライマックスだぜ、スロットチャージ、
スロットをタッチ。股間を研ぎ澄ませ。いきます。遅いね。遅いね。よし、揃え。お前にとっての戦いはそんな程度。いいぞ、いいぞ、いきます、揃え。よし、ここはいい調子。負けない、負けない、気をつけろ。ギリ勝った、危ねえ。いきなりもうハラハラしますよ、本当に。はい、続々とね効果が発動しております。いきます、パーフェクト。矢印をなぞれ。パーフェクト。矢印をなぞれ。いきます、パーフェクト。君のドラマティックチャンス、ここ重要。いきます、調子いいぞ、今日はこれは調子いいぞ。超難しい、でも勝てそうですね、リック。この絵面はめちゃくちゃかっこいい。はい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 、相手の攻撃。ダメージ出るな、結構。まあまあまあ、なあ、ラウンド2やるな。アビリティ発動。さあここはねちょっとね先行取りたいな。ライダー出撃。バカなやつだ。スロットチャージ。スピードもの。スロットをタッチして、いいね、ちょっと行きます、全力で行きます。よし、揃え、揃え。取れませんでした。待って待って、ちょっと待ってくれ。容赦ないですね、やっぱ超難しい。うわー、これは大丈夫か。しかもねシンクロゲージがね相手めちゃくちゃ溜まってる。あーもう、あーもうこれは、これは調子出てきた相手の必殺技だ。はあ。武人ソードストライク。はい。終わらせる。武人ソード、ビクトリー。じゃあ。まずい。耐えたぞ。耐えたー。危ねー。でも。攻撃。いや、行くぞ。諦めない。ちょっと行くぞ、溜まったりしない、奇跡的に。矢印をなぞれ。レジェンドアビリティチャンス。そうですね、ちょっとここは発動します。俺も遊ばせてくれ。はい、タッチしろ。行きます、もう一回。ロッドフォール。お前、僕に釣られてみる。必殺技チャージ。よし、行きます。ただ。タッチで選べ。アビリティ発動。決まれ。タッチ操作で必殺技を決めろ。回り込むと。マジか。そろそろ3枚に下ろすか。タッチしろ。マジか。もう一回。
まさかの身代わり防御ですね。ライダー出撃。まだ終わったわけじゃない。ここは何としても先行を取らなければならない。行くしかない。ソロ、待って、ちょっとちょっと奇跡起きてくんない。相手も加減して、ちょっと加減してくれたけどね、負けちゃった。もうこれはこの敗北が避けられないのか。耐えたよ、耐えたけど、よし、まだ粘る、まだ粘れる。焦ってグレード出ちゃったけど、はい、はい、パーフェクト。まあまあまあ、ライダー出撃。よし、ここで先行取ります。ここで取らなければ負けてしまう。いきます、剣。加減して、よし、勝機はある。アビリティ発動。はい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 、どうだ、行くぞ。もう全力、全力、行くぞ。全力でタッチ。矢印をなぞれ。よし、どうだ、よし、よし、勝てるかもしれない。受けたいくな。ここで決めてくれ。決まってくれ、頼む。よし、どうだ、よし、アビリティ発動。はいはいはい、アビリティ発動してからの必殺技、狙いだ、キック。必殺技を決めろ。そろそろ3枚に下ろすか。タッチしろ。ほらバクバク、もう一回。はい、どうだ、決まった。どうだ、君の勝利。よっしゃー、勝った。これがリックンの生き様です。バンマニ、今日は仮面ライダーバトルガンバレジェンズ3弾で強敵ボスバトルにチャレンジしていきました。生き様見せてもらいましたね。はい、ギリギリで勝てましたね。うん、ギリギリだね。もうラウンド1の時はもう調子いいなと思ったんですけど、ね、相変わらずまた調子悪くなってきたなっていうあれ、はい、ってなったね、途中でね。マジで武人ソードのライダーキック発動してよかった、最後もうよかったね、これが決定打だもんね。決定打ですね、うん、本当に電王たちもね、本当大活躍でしたね、うん、やっぱめちゃくちゃ必殺ダメージ出てます。まあ身代わり防御発動されましたが、はい、結構出てましたね、ダメージ、うん、はい、フォームチェンジとかもね、使ってたもんね。うん、うん、まあでも結果的にね、超難しいをクリアできたっていうのはすごいことですから、うん、ありがとうございます。はい、一発で勝ててますね。え、素晴らしい。よっしゃよっしゃよっしゃ。今日りっくんがですねプレイした強敵ボスバトルはですね、はい、11月23日まで開催中なので、ぜひ皆さんもやってみてください。そしてガンバレジェンズ公式 X の方では4弾の情報が続々と公開されているんですが、はい、やっぱね注目カードを皆さんにお見せしたいということで、うん、キャンペーンカードのバトルヒストリーキャンペーンのカードをこのように持ってきちゃいました。はい、わーかっけー。ほんと劇中のシーンを切り取ったかのようなイラストがね描かれてるんですよ。はい、頑張れ全然公式 X ではですね、今後も続々と4弾のカードの情報を上げていきますので、はい、皆さんも楽しみにしててください。それではここでお待ちかねの初出し情報来ました。ありがとうございます。はい、ガンバレジェンズ4弾の稼働日が決定いたしました。おー、
ついに発表します。はい、11月30日です。30日、30日、はい、もう2週間後じゃないですか。そうです、うん、う2週間後です。今回の稼働早くていいですね。ねえ、早く遊びたい、早く遊びたい。はい、ということで11月30日4段稼働となりますので、皆さんも楽しみに待っていましょう。ということで4段の情報まだあります。うおー、え、まだあるんですか。まだ、ちょいお待ちくださいね。はい、はい、こちらなんですけど、これあの4段のカードなんですけど、見ましたよこれ、はい、めちゃくちゃかっこいいやつ、仮面ライダーガッチャとニードルホークですね、はい、今回はですね特別にこちらのカードの必殺技演出をお見せしたいと思います。おっしゃー、見たい。はい、ということで早速どうぞ。必殺技発動、タッチ操作で必殺技を決める、矢印をなぞれ、行くぞ。はー、もう一回、うわー、あー、うわー、よし、やったぜ。はい、いやー、もう大迫力、今回も週を待ってましたね。待ってましたね。しかも主題歌流れてましたよね。ずっと待ってたんで、僕主題歌流れるの。そうだよね、いや4段から流れるんですね、はい、これは使わないとで、11月30日から、はい、はい、ぜひねプレイしてもらって、ゲットしてもらって、必殺技演出楽しんでください。そしてですね、はい、ガンバレジェンズ4段の PV を少しだけ皆さんにお見せしたいと思います。はい、はい、ということでどうぞ。ガチャドライバー、そして俺は仮面ライダーガチャードだ。なんだ、俺は素晴らしい力がある。空を飛べるライダーだ。頼むぜお前たち、俺今最高の気分だ。勝負だ。君の勇気に負けないように戦うぞ。スカイキー、物語の結末は俺が決める。教えてやるよ、君たちが最強の医療チームだ。二足速さなら自分自信あるんで、一緒にやるぞ。ノーコンティニューでクリアしてやるぜ。はあ、俺は不死身だ。こっちは命がかかってんだ。サポートします。今回もすごいですよ、ガッチャードから始まり、ガッチャードなんかスカイライダー戦ってたよね。ねえ、エグゼードだったりウィザードだったり、もうすごい楽しみになっちゃうよね。スカイライダーも、いや、エグゼードもすごい出てきたね、うん、あの PV にも出ていた仮面ライダー G3 が、はい、じゃないですか、うん、で今回は特別にですね G3 をちょっと紹介していきたいと思います。わお、はい、これです。どうぞどうぞ。いやー、うわー、 G3 ってこの仮面ライダーバトルシリーズの中でも初参戦なので、はい、もう待望ですよ、ね、みんな待ってましたよね。必殺技もスキャンエースもめちゃくちゃ気になりますね、うん、そうだよね、うん、ちょっとあの PV 見させられたらね、うん、気になっちゃうよね。そうですね、アギトも G3 もそしてギルスもね、選、はい、んでこれは使いたいです。はい、うん、ぜひね G3 楽しみに待っててください。PV に出てたけど、まだあのカード自体がこう公開されてないみたいなライダーとかもいるじゃん、はいはい、例えばエグゼイドとかね、ね、はい、いました。エグゼイドに関しては、うん、実は明日ガンバレジェンド公式 X で、はい、発表されますので、これは楽しみですね。ね、楽しみだよね、うん、ということでお楽しみに待っててください。さらにスカイライダーもいたじゃないですか、はい、スカイライダーも後日、はい、公式 X の方で発表がありますので、うんうん、続報をお待ちください。詳しくはガンバレジェンズ公式 X をぜひ随時チェックしてください。そして初出し情報まだあります。ガンバレジェンズ4段でもガンバレジェンズ始め用セットの配布が決定いたしました。はい、実物がこれですね。はい、これも毎回ありがたいですね。嬉しいよね。しかもさ、はい、ホームチェンジ持ってるよ。そうなんです、今回やっぱりスケボーのフォームチェンジで、はい、はい、なんとチームホッパーにフォームチェンジします。はい、そうなんです。
無料のカードでフォームチェンジってすごいですよね。ね、すごいよね、うん、早速ね、フォームチェンジが体験できるということで、うん、はい、嬉しいよね、うん、こちらはですね、11月30、4弾の稼働日開始日から、はい、配布がスタートしますので、こちら詳しくはガンバレジェンズ公式ホームページをチェックしてください。仮面ライダーバトルガンバレジェンズ3弾は全国のアミューズメント施設などで好評稼働中。テレビシリーズ仮面ライダーガッチャードはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時より放送中。ガンバレジェンズが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。